日本ラグビーフットボール協会は秩父の宮ラグビー場敷地内にある公益財団法人日本ラグビーフットボール協会は日本におけるラグビーの高等学校、大学、ジャパンラグビートップリーグを総括している国内競技連盟。協会本部は東京都港区北青山の秩父の宮ラグビー場内にある。急所管は文部科学省。参加団体として 関東ラグビーフットボール協会、関西ラグビーフットボール協会、九州ラグビーフットボール協会の3支部協会があり、関東、関西、九州以外の地域については、北海道、東北、甲信越地域は、関東ラグビーフットボール協会、東海、北陸と中国、四国地区は、関西ラグビーフットボール協会の参加に組み込まれて、活動している。 放送局と放映権に関する契約を結んでいる。横浜1874年1926年11月30日に創立。2013年に公益財団法人へと移行している。高木機関田辺9万3山るゆか山茂床は、正尾横山道吉伊那と岸郎安倍譲る磯田、一郎川越東一郎今野茂る町鉄を森。 吉郎岡村忠し森重高現在の主な体制。A 級から女子 A 級レフリーは日本協会が毎年度承認することでレフリー資格認定を受ける。また A 級及び a 一級は国際試合を含む国内で行われる全ての試合のレフリーを担当可能となる。歌舞伎演目のレンジ詞をモチーフにした親子ペアで2018年1月26日に ラグビーワールドカップ2019日本大会のマスコットとして誕生。共に顔はラグビーボール型となっている。実績のあるデザイナー、制作チームなど、計10組の指名コンペにて50作品の応募があった。組織職員の投票やワールドラグビーの意向などで決定した。2020年8月24日からは、 日本ラグビーフットボール協会の公式マスコットとしてラグビーの普及活動や日本代表戦などのイベントでの活動を予定している。ありがとうございます。